では、次行きまして、クエッション12番です。こちら確認をしていきます。装填訴訟の意義について、40程度で記述しなさい。こちらはですね、ドストレートな問題なんですけれども、非常に大事です。やっぱり法律はですね、しっかりと言葉の意味を覚えること、しっかりと暗記をすること、そして書けること、これはすごい要りますので、しっかり覚えていってください。ただですね、法律の用語ってたくさんありますので、何を覚えたらいいかわからないと、そう悩んでる方はですね、 ぜひ今回のこちらの講座とかも使って覚えるべきポイントをですね絞っていって記憶していってくださいでは想定訴訟に関しましては若干確認をしていきますとこうした表をですねご用意しておりますこちらはもちろん基礎講座から抜粋していますのでそちらも必ずご確認くださいやっぱり給述式はしっかりとした基本事項があってこそ勉強することができますので給述だけを頑張って丸暗記をして それで点数を取ろうっていうことは絶対できませんので、しっかりと基本事項から頑張って学習はしていてください。逆に言いますと、基本事項からしっかり頑張って勉強していると、休止を回答する力があるわけですから、その調子で頑張っていってください。では話し戻しますけれども、総点訴訟に関しましては、こうした表をご用意しております。えー、まずは意義なんですけれども、意義はこうなっています。 司法上の法律関係に関する訴訟において、処分もしくは採決の損否、またはその効力の有無が争われている場合となります。ここのポイントはですね、処分とか採決というふうな行政上の話も出てくるんですけれども、争点訴訟の名義は行政事件訴訟ではありません。争点訴訟はあくまで司法上の法律関係に関する訴えですから、 そこは注意して記憶をしておきましょう。要はですね、行政上処分が有効だとか、取り消せとかっていうふうな訴えではなくて、単に司法上の訴え。要するに、所有権持ってるから返せとか、金払えとかですよね。ここは民法に譲りますけれども、そうしたことを勉強するはずです。ということで、総点訴訟のメインテーマは、行政上の処分に関する取り消しだとかではなくて、司法上の訴えであると。そこはしっかり記憶をしておきましょう。 で、例えば何かと言いますと、具体例を2つ確認しておきます。この具体例は絶対に覚えてください。この2個の具体例が登場すると、争点訴訟であると。そうして連想しておきましょう。まず、丸一番ですけれども、農地買収処分の無効を前提に、売り渡し処分の相手方を被告とする、農地所有権確認訴訟。次、2つ目なんですけれども、収容採決の無効を前提に、企業者を被告とする所有権確認訴訟。こうした訴えがございます。 こんな感じで文末に書いていますけれども、所有権確認訴訟と、そこがメインテーマになっていますので、そうして区別をしておきましょう。そして、地方上の訴えですので、所有権確認していくんですけれども、それの前提として、処分が有効かどうか、処分が存在するかどうか、それが関わってくるわけです。そんなイメージをつけておいてください。一応この部分に関してもですね、少し難しいなと思った方はですね、ぜひ皆さんが持っている基本的な講座、そこに振り返って復習はしておきましょう。 それで若干ですね、説明をさせてもらいますと、この装填訴訟と、無効と確認訴訟という訴えもありますが、何が違うのか、結構質問されます。これ端的に言いますとですね、何が違うかっていうと、無効自体を確認するのか、あるいは無効を前提としたプラスアルファを請求するか、そこが決定的に違います。いわゆる前者の無効と確認訴訟のケースに関しては、単に処分が無効であることを確認します。一方で、装填訴訟のケースでは、 何かの処分があるんですが、その処分が無効であることを前提として、プラスアルファを請求しますので、そこの違いとして認識しておいてください。ということで、クエッション10番に関する回答を見ていきましょう。答えはこうなります。地方上の法律関係に関する訴訟において、処分もしくは採決の損否、またはその効力の有無を争う訴訟となりますので、そうして記憶をしてください。